ルディのアイテムはマッスンブユズ茶です。ユズ茶が大好きで定期的に購入して常にストックしているんですけれども、本当にね、美味しいです。ホットでもコールドでもどちらでも美味しいんですけど、私はホットで飲むことが多いです。たっぷりと入れてお湯を注ぐだけで完成です。ユズの皮まで美味しくいただけるのがこちらの商品のお気に入りのポイントです。この一瓶あっという間になくなってしまうぐらい本当にお気に入りの商品です。モヘジの黒ごまラテです。寒い時期のお供にすごくぴったりな商品です。牛乳や豆乳に溶かして飲む飲み物になります。お家で手軽に楽しめるっていうのがすごく嬉しい商品です。アイスホットどちらでもいけるんですけど、私はあったかい牛乳に溶かして飲むのが大好きです。ピュアポムスパークリングアップルジュース、すごくおしゃれな瓶に入っていて、こんな風に15円でワインを入れる、ね、袋に入れて持っていくこともできるので、ノンアルコールなのにちょっと雰囲気が出てママ友のお家に持っていくととても喜ばれます。こんな感じでちょっとグラスに入れてあげるとすごく雰囲気が出て盛り上がります。ガーデンティーレモングラスバタフライピーです。最近お気に入りのハーブティーなんですけれども、見た目はギョッとする色なんですが、味はすごくスッキリしていて美味しいです。ちょっと面白いポイントがありまして、レモン汁を加えてみたいと思います。なんと紫色に変わります。ほんとすっきりっていう感じで、レモングラスの香りとレモンを入れたのでさっぱりとした感じがとってもいいですね。ハーブティーだとカフェインもないので、夜リラックスタイムとかに飲んだりとか、味っていうよりは見た目をとか香りとかを楽しみながら飲むっていうお茶です。ジャンボンフーズの生ハム切り落としです。こちらはですね、とにかく美味しいです。コスパがすごくいい商品だと思ってます。私はこれそのまま食べてもすごく美味しいと思うんですけれども、サンドイッチに挟んだり生ハムユッケを作ってもすごく美味しいです。岩手県産サバ缶、国産サバのパプリカチリソース味です。とてもスパイシーでやみつきになる味です。味がもうついてるので、そのままお皿に出しておつまみにもできるし、あと私はよくサンドイッチにもします。いつもとはちょっとね違った味のおしゃれな感じのサンドイッチになるのでよく作っています。でこのサバ缶は3種類あって、パプリカチリソース味とレモンバジル味とプレーンの味があるんですけど、3種類ともすべて国産のサバが使われているので、とても安心して使うことができます。オスカーモンドの冷凍クロワッサン、こちらの冷凍クロワッサンは焼きたてのクロワッサンが食べれるという贅沢な商品になります。ちょっと疲れてるタイミングとかですね、朝出そうかなと思って焼いていると、パンの焼けてるいい香りにつられて子供たちが勝手に起きてくれるぐらい、パンの焼ける匂いっていいんですよね。180度のオーブンで25分焼くだけで焼きたてのクロワッサンが食べられるということで、ずっとリピートして買っています。こういうものが一つあるだけで子供たちのテンションも上がるのでいいのではないでしょうか。豆乳サンドビスケットです。ご覧の通り、うちの三男が大好物で、こんな感じで個包装になってるので分ける時とかも便利です。いただきます。はい。白いクリームが入ってるんですけれども、クリーム自体も豆乳クリームで、周りのビスケットも豆乳が練り込んであるビスケットになります。双葉食品のマロングラッセブロークンです。ブロークンってことで割れてるタイプで、ちょっと普通のものよりもお得になってます。リキュールが漬け込まれていて、この甘さとね、ちょっと大人の味のバランスがすごく美味しくって、家で食べるのにぴったりです。キャメルコーヒーの杏仁豆腐です。この杏仁豆腐は味がすごく濃厚で美味しいんですよね。いつも半分にしておこうと思うんですけど、結局全部一人で食べてしまうほど美味しいです。パッケージもとっても可愛いし、冷蔵庫とかかさばらずに保存できるところがとっても良いです。あと保存が効くので賞味期限がとても長いです。このまま食べても全然いいんですけど、一回お鍋に入れて温めて溶かして自分の好きな型に入れ替えて冷蔵庫で冷やすと、子供と簡単なおやつ作りとかにも使えるのでとっても気に入っています。
カルディで買ってよかったアイテムはスパイスアップのヒマラヤピンクソルトミル付きとレインボーペッパーミル付きになります。お見ての通りとっても可愛い容器に入っているのでインスタ映えにもなるかなと思います。ヒマラヤピンクソルトは名前の通りピンク色をしています。味は甘さや深みを感じることができます。ジャンルを問わないで様々な料理に合います。レインボーペッパーは4種類のペッパーが混ぜ合わさっています。香りと辛みが強めなところがお気に入りのポイントです。お料理によって削る大きさを変えられるというところもお気に入りのポイントです。大きめに削りたい場合は大きめにこんな感じでスライドしてあげるんですけど、小さめに削りたい場合は早めにこんな感じで回してあげるとお料理によって使い分けができるようになってます。